ジョン・エドワーズは、イギリスの植物画家である、手彩色の図画集、イギリス本像などを出版した。イギリス本像の通販1778年まで、ロンドンに住んだ後、サリーに移り、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツの美術展や、芸術家協会の美術展に出展した。副次のデザインの仕事も行った。1769年から1770年の間に、 様々な花や薬用植物の手採式した同版画の図譜、イギリス本草を出版し、1783年から1895年の間に A Collection of Flowers Drawn After Nature and Disposed in an Ornamental and p i c t u r e s q u e m a n n e r を出版するが、植物学者からはその表現が様式的であると評価された。 J. エドワーズは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・エドワーズを示すのに使われる。ありがとうございます。